コツカーダンダレンオスタジオのアナベルです。アナベルです。はい、お互い寝起きで撮影開始ということでね。はい、今日はジョジョコラボ第9弾で配布キャラっていう扱いでいいのかな、九条丈太郎 SC&イギーを使っていきたいと思います。いいですね。はい、イギーにひたすらガム食わしてれば、まあ多分今日あたりにはもう運極になってんじゃない、今日ってか昨日あたりにはもう最速だと運極になってんのかな。8回目くらいだっけ。いや、おとといじゃないかな、多分。そっか、8回目にガム食わした時点で多分なってるよね。そうそう、偶数回数で25台ずつだったから8だから、いや8だからもう3日前くらいかかな。で、うん、今日そうちゃんとやってれば、モンストのそのコラボ開始日から今日で14回目で、ね、うん、今日の夜にはイギーのあのガムやり終わるはずだから、うんうんうん、だからそうだね、うん、もう結構前にはちゃんとやってれば終わってるはず、ね。まあ、出なくても確かこいつはね、期間内であったら運枠として扱われるキャラクターだから、うんうん、それにね、あの対応ギミックも多いんでね、まあ、今回これを使って2つクエストを行ってみたいと思います。いきましょう。ここでこのキャラ使えるじゃん。はい、というわけでやってきたのがコラボの、降臨モンスターペットショップでございます。しっかりギミック対応しててね、やっぱこのコラボでちゃんとその対応してるってありがたいよね。そうだね。はい、で、連れてきたのは幸福の王子と水地、直近でね紹介したキャラクターですね。紹介というか、まあ取りに行った、あ、取りに行った。何の偶然か知らんが、丈太郎の友情コンボ調教衛星弾だけど、水地の友情も衛星弾なんやね。近づけばまあまあ入る。うわー、綺麗。綺麗だし、ちゃんと強いのこれ。あれを見たら、発電に近くなる。ね。あら、当たる、当たる。リーチはちょっとね、心配なんだけどね。エミに助けるだけじゃねえか。はいはい。水地だけ貫通だからどう出るか。うん。あれ、ね、また飛んじゃった？飛んじゃったね。よう飛ぶな、俺らでやってると。ああ。これ運極数関係ないよね、飛ぶのってね。多分ね。まあ、ザコ処理かな。はい、ザコ処理してば、スープもたまるね。HP も、これ3本でしょ、うん。まあまあ、言うてもこれね、小手調べみたいなもんなんでね。いいよ。コネクする分には全然いけるね、これね。うん。今回ちょっと地雷対応がね、あの幸福の富士だけなんで、ちょっとその地雷が取れたなってのがちょっと怖いな。多分一発で4枚くらいだと思うんだよな。そんなに、うん、一番も食らわない。あ、食らったか。あ、属性込みかな、込み込みでって感じだね。こいつはブロックないから通常を引く。うん、いや、配布キャラだからさ、そんなになんだろうね、言い方悪いけど、期待するあれでもないんだけど、普通になんだろう、運枠としてこれ強いよ、スペック。うん。衛星弾強いよ。まあ、現実に殴れるタイプって。ね。なんか、アジンキラーか？わー、結構パーフェクト持ってんのか、一応。そう、なんかキラーいっぱい持ってたなっていうのが、確か獣キラーとアジンキラー持ってんだけど、ね、キラーもあるね。うん、いや、そう。
素浴びでブロックをあんま使わないからつい忘れてしまう。あ、素浴びじゃないか、一応ゲージか。お、いいよ。はい。衛星弾、やっぱリーチは短いんだけどね、刺さった時の火力はすごいね。撃っちゃおうかな。さあ、協力してもらう。いい声。ほら、ほら、お兄ちゃんとも始末。かわいそう。扱い。だから分かるけど、最後今投げられたよ。投げてこん。扱いすげえな。この最後だった。一体何？いやー、これ入れねえな。ここを入れば抜けるから。ブロックをはみ。ちょっと待ってね、はい、それなんだっけ、アンチ魔法陣は SF 使ってたら大丈夫ですか。うん、やっぱ6入れても同じか。ここに入り込めるが意外とそこ薄いね。なんでお前が入っとんねん。ああ最後で息はおまけ程度なのかな。そうだね、シュールだなこれ。あ、ごめん、ミスった。はいはい、やべ。いけなんかしま…ね、しまらねえ、倒し方しまったぜ。はい。なんかあれ、実況化が 1.2 倍で、追撃部分がゲージ前攻撃力の16倍っていうことらしいね。なるほどね。でも16倍って考えたら、まあそんな低くもないのか。ひよこになってる時って属性変わんの？自分の。ん？ひよこになってたら属性って変わんの？変わんないよね。変わんない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 。いや、ひよこだから、なんか、獣扱いになってキラーぶっ刺さるようになるのかなとか。さすがにそれはないでしょ。こういういじめはないね。はい。じゃあね、この調子でもう一個クエスト行ってみたいと思います。はい。ここつか。はい。じゃあ、今度は山とたける会でございます。久しぶりすぎる。どうなっすか。まずはこの本に倒して、いけるか。うん、あー衛星弾強い。ここ挟まれるか困るな。さあ、協力してもらうぞ。そして、あ、いなくなるんだ。いい出番なし。よかった、虐待見やってて。実況化部分だけで倒すようにしてね。そうそう。あと、まだ SS は使わねえな、これで。これも。あ、エマリであれか。エマリで出た友情を。うん。ドータローに当てれば、誘発して、劣勢弾が自分の方に来ると。ああ、なるほどね。下に敵いないで味方に触れて地球化したい。あ、微妙。まあまあいる。
やりたいことすべてできず。あー、やっぱ寝起きはダメですね。1時間ぐらい経ったよ。さあ、あー、衛星弾強い。あー、チャプターはね、これぐらい削れるんだよね。ね、衛星弾決まった時の爽快感がすげえな、このちょうど弱点切ると、ね。さあさあさあ、まだ SS が温度。これでね、なんか内部弱点の敵とかだと結構いい感じにね。ああ、そうなんだ、衛星弾が。うん。うわ。荒ぶる国つかみどもよ。当てれるときはボス特攻した方が楽っていう。弱点ない雑魚に対してもね、そこそこ、ほぼほぼ衛星弾だけでこ、この左の鬼削ったからね。うん。顔。はいはい。あ、おお、弱点入ったら結構、結構範囲、判定広くなかった今。どうなんだろう、全然弱点、弱点の直線上は通ってなかったと思うんだけど、ちゃんと弱点拾ってたよ、あれ。テストによってはほら、弱点拾いやすと、まあ確かになんかガバイのとね、あの、ガバイのすげえ厳しいのとあるから、そっちの判定なんじゃないね。ヤマタケの方のこれカンカンで倒しそうだな。おっ、足りないかい。倒せや。すげー、まさかの足りない。こんなミリ足らんて、別にこうふざけんや。我が妻よ、白鳥となりて、そなたの元へ。ここつか、はい、っていう感じですかね。まあなんだろうね、イギーは非常に不憫な感じがしますけれども、普通の長距衛星弾とかね、このレーザーストップのそのサポート能力だったりとかね、あとまあ、配布でね、簡単に手に入るキャラクターにしたら、まあ、ステータスも結構高めだし、まあ、運枠としてもね、非常に扱いやすいキャラクターなんじゃないでしょうか。うん。まあ、期間限定だからね。うん。期間中は意識しなくていいけど、うん。終わったら運枠じゃなる。なるから、まあできるだけね、意義ちゃんとガムあげて。そうだね、ガムあげるだけでいいから、1日2回ガム食わせるだけでいいからね。で、うん、なんとかね、確保しといてほしいキャラクターじゃないかなと思いました。はい、はい、というわけでね、今回は九条丈太郎 SC& 意義のご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。はい、じゃあ